阿部純子さん、一世尾形さん、井上正樹監督、そして井上イリーナプロデューサーです。大きな拍手でお迎えください。日本人看護師武田由衣とテレビディレクター高宮桜子役を演じられました阿部純子さんです。皆さんこんにちは。本日は劇場にお集まりいただきありがとうございます。高宮桜子と武田由衣を演じました阿部純子です。今日は完成披露試写会ということで大変緊張しております。ソロキンの見た桜というタイトルの通り、春を待つ今の季節にぴったりな映画が出来上がりました。今日は皆さんに最後まで楽しんでいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回英語が堪能な看護師役でロシア兵捕虜との関わりを持っていかれますが、撮影中に何か一番大変だったことはありますでしょうか？はい、まずセリフが英語だったので必死で練習しました。でもそのロシアの俳優の方々がリハーサルに付き添ってくださったので大変勉強になりましたし、すごく助かりました。現代編の桜子役ではロシア、サンクトペテルブルクへ行かれたと伺いましたが、ロシアは今回が初めて？はい、初渡航でした。ロシアの文化の中心地であるサンクトペテルブルクというところで、ロケをさせていただいたんですけど、そのロシアでも有名な冬宮殿でしたり、エルミタージュ美術館がこの映画の中でも映っています。特にネバ川のほとりで歩きながら撮影したのは気持ちが良かったです。何かロシアで日本との撮影の違いなどはありましたか？そうですね、特にロシアは、少人数体制で撮影をしたので、みんなでその綺麗な街並みの中でゲリラ的に撮影をしました。その時はもうスタッフさん全員で流動的に動いてくださったので、そのおかげでものすごく綺麗なシーンが仕上がっていると思います。井上監督のこの印象といいますか、演出のこう感じはどういったものだったんでしょうか？監督のお隣で少しお話ししづらいかもしれませんが、ぜひ教えてください。阿部さんはいかがでしたか？はい、井上監督の演出の中で印象的だったことが、日本人とロシア人のどちらの価値観も尊重してこの映画を作っていこうとおっしゃっていたのがすごく印象的でした。その言葉の通り、私たちもワンシーンワンシーン丁寧に話し合いをしてすり合わせをして、撮影に挑むことができたので、そのおかげでシーンに深みが出たなっていうふうに思っております。この映画は本当に一生懸命作りました。皆さんは桜と聞いたらどんなものを思い浮かべますか？私はなんだか大切な誰かと会えるような、そんなワクワクした気持ちになります。それはもしかしたら四季のある日本人独特の感性なのかなというふうに思っています。この映画はそんな日本人の感性とロシア人のセンスがコラボレーションした映画です。ロシア版ロミオとジュリエットといったら分かりやすいかなと思います。優しさが優しさを生むような、そんな素敵なサイクルがこの映画を通して生まれれば嬉しいです。本日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。日露戦争時代、日本初のロシア兵捕虜収容所。ハーグ条約がある限りの君たちの人権は守る。そして二人は出会った。戦争の敵を受け入れるいうことはなかなかできることじゃないね。ソロキンの遺体がサンクトペテルブルクで見つかったんだ。
だからロシアに一緒に取材手伝ってくれ。This man is beautiful. クローキンさん、ブラストビーチ。あなたにはロシアの血が流れとるんよ。ロシア兵とこの店とどっちが大事なんだ。ストラスムシェ。What if I asked you to stay in Japan for the sake of love? What if I asked you to come with me to Russia for the sake of love? 日露戦争時代のロミオとジュリエット。I love you. I love you. You wait. ソローキンの見た桜。